皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。世界でも有数の技術大国日本ですが、その技術力が思わぬ点で今世界中から注目を集めています。外国人たちの注目を集めているのは、岐阜県飛騨市の旧神岡鉱山内の地下1キロの場所に設置されている世界最大のミズチェレンコフ宇宙素粒子観測装置、スーパーカミオカンデ。スーパーカミオカンデは5万トンの超純水を蓄えた直径40メートル、高さ 41.4 メートルの円筒形タンクと、その壁に設置されている約1万3000本の高電子倍増管などから構成されています。この施設は太陽ニュートリノ、大気ニュートリノ、人工ニュートリノなどの観測を通じてニュートリノの性質の全容を解明することを目的としているそうです。円筒形タンク内の空間は圧巻で、とても神秘的で非現実的な世界が広がっていると世界中の人たちから多くの反響を集めています。今回はそんな技術大国日本が誇る神秘的な空間、スーパーカミオカンデについての話題と、それに対する外国人たちの反応を私さくらがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったのと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。まるで SF 映画のようだ。地球上にこんなに神秘的で非現実的な世界が広がっているだなんて想像もつかないよ。一度でいいからこの場所に行ってみて、実際にここで上を見上げる体験をしてみたいな。これはアメリカの大手サイエンスメディアが日本のスーパーカミオカンデを SNS で取り上げた際に寄せられたコメントです。投稿主であるアメリカノースカロライナ州在住の50代男性は、日本の技術が優れているということを理解しつつも、このような神秘的な空間が日本に存在していることをスーパーカミオカンデの写真を最初に見たときは CG ではないかと疑ったといいます。そして次のように語っています。もともとは大学で歴史を専攻していたんだけど、サイエンスのことに興味があるんだ。それでこのメディアが投稿したスーパーカミオカンデの写真を見たときは CG であると確信していたんだ。でもこれが実際に日本にあるものだと知ったとき、僕はすぐさま日本に行きたくなった。日本は科学的な発展を引っ張っている国だということは知っていたから、いずれは訪れようと思っていた国なんだ。そして非現実的な見た目をしているのに、これがニュートリノの性質を解明するために重要な装置であるということも僕の興味を引いた要因だね。この男性のインタビューにはアメリカをはじめ世界中から多くの声が寄せられました。早速その一部をご紹介します。君の言っていることは私にもわかる。私も一目見たときはコンピューターで作成した画像だと思った。でも調べるうちに実際に存在する施設だと知って鳥肌が立ったよ。まさに衝撃的な光景だ。円筒形の中に船を浮かべて眠ってみたいという夢ができたよ。日本の山の地下1000メートルに作られた装置だって？ドラゴンボールの修行施設として出てきそうでワクワクする。ニュートリノ検出器はもともと陽子崩壊を実証するために作られたものだったはず。日本の科学技術の進歩は凄まじいものがあるね。写真を一見すると浄化装置などは全くなさそうなのに、どうやって水と光センサーをきれいな状態に保っているのかな。いろんな技術が生かされていそうだ。記事を見なくてもどこの国にカミオカンデが存在しているのか分かってしまう。こういうすごいものを作ってしまうのはいつだって日本なんだ。日本にある宇宙素粒子観測装置だって話なんだけど、こんなものが実際に存在するなんて海外に住む僕からは信じがたい事実だ。ぜひ一度行ってみたいよ。日本はまだまだ地下にいろんなものを隠していそうだ。それくらいのことができる確かな技術力を持ったエンジニアがたくさんいる国だからね。非現実的な光景に完全に虜になってしまった。あの装置が宇宙のいろいろな謎を解き明かすなんて不思議だ。これって現代における賢者の石と言えるものなんじゃないか。神秘的すぎて SF 映画やフィクション映画の中に出てきそうだと思ってしまうな。その美しくも不思議な空間の写真を見て、世界中から驚きの声が多く寄せられました。神秘的な空間が話題となっているスーパーカミオカンデですが、実は
日本の科学技術がたくさん詰まった施設です。ここからは少しだけこの装置の設置に関する経緯をご紹介します。先ほどもお話しした通り、スーパーカミオカンでは水を使って宇宙素粒子を観測する世界最大の装置です。東京大学宇宙戦線研究所神岡宇宙素粒子研究施設を中心に、日本、アメリカ、中国、ポーランド、スペイン、カナダ、イギリス、イタリア、フランスの約40の大学や研究施設と共同研究が行われています。目的は大きく4つで、ニュートリノの性質の解明、ニュートリノを利用した星や宇宙の観測、陽子崩壊現象の探索、超新星背景ニュートリノの観測です。ニュートリノは簡単に説明をすると、プラスの電気もマイナスの電気も帯びていない不思議な粒子で、何でもすり抜けてしまう粒子で、この性質から通称お化け粒子とも呼ばれています。このニュートリノの性質によって、宇宙線と呼ばれる宇宙から地球に降り注ぐ高エネルギーの束を観測できるのです。東京大学の梶田教授率いる研究チームがこのスーパーカミオカンデを使って研究を続けた結果、その振動実験によってニュートリノに質量があることが初めて確認され、2015年には梶田教授がノーベル物理学賞を受賞しています。一見アトラクションのような空間を持つスーパーカミオカンデは、実は日本が誇る科学技術の結晶だったのです。梶田教授の研究が世界的な評価を得たことで、世界中の科学者だけでなく一般の人々にもスーパーカミオカンデが知られるようになり、今では見学者も世界中から集まっているそうです。スーパーカミオカンデは一般公開のイベントが定期的に実施されており、予約をすることで実際にこの装置を見学できるそうです。イギリスのロンドンに住む40代の女性は、日本旅行の際にスーパーカミオカンデを見学し、その驚きをツイッターに発信しています。以前から行きたいと思っていたスーパーカミオカンデに行ってきたわ。東京や京都の街並みも大変に美しかったけれど、この実験装置はそれを上回る体験になったの。まさに SF のような空間でうっとりしてしまったわ。そしてこれが世界的に評価された研究を生んだという事実が驚きを倍増させた。まさにアンビリーバブル。このように話す女性の投稿には、海外から多くの羨望や驚きの声が届いています。その一部をご紹介します。理由はうまく説明できないんだけど、スーパー K の写真を見るといつも鳥肌が立ってしまう。この空間を訪れる体験ができるなんて羨ましい。プロフェッサー梶田はカミオカンデによってノーベル物理学賞を受賞した。これがこの装置の凄さを語る事実で、スーパーと名付けられた根拠となるだろう。ニュートリノの検出器の存在はもともと知っていたんだけど、内部がこんな感じになっているなんて知らなかったよ。日本はよくこんなすごいものを作ったね。写真で見る限りはサイエンス実験施設には見えないな。実際にはニュートリノという宇宙のすべてを解明できるかもしれないものなのにね。異次元ってレベルだな。あんなものを作るお金を日本はどこから調達しているんだ。この装置はきっと美しさも重視されたに違いない。そうでなきゃこんなに美しい内部空間は実現できなかったはずだ。日本はアメリカと比べると研究費用はそんなに高くないと思うけど、それでも効率的に目覚ましい発見をしている印象があるよ。内部写真が現実にはありえないくらいかっこいい。俺の国ではこんな施設は絶対に作れないだろうね。なぜならお金を生まないからさ。ため息が出てしまうけどしょうがないんだ。大学院の研究室旅行でスーパーカミオカンデを訪問した時に、直接内部空間を見学したんだけど、それはもうファンタジーの世界だったね。ファイナルファンタジー7の魔鋼炉ってスーパー K が元ネタなんじゃないか。ゲームの CG みたいな見た目だからそう思えるのかもしれない。日本の天皇が国会でお言葉を述べる時の装置かと思った。日本についてあまり知らないけれど、それくらいの神聖さを感じるよ。こんなにとんでもないものが地球上に存在しているのに、どうして今まで俺は聞いたことすらなかったんだろう。自分の無知さ加減が恥ずかしくなってきたよ。人類はとっくに SF 映画に片足を突っ込んでしまったのか。この空間が魅力的になるのも日本の技術力の高さがあってこそなんだろうね。どんなに頑張っても
こんな空間を発想できるとは思えない。ただの実験装置として作ったのではなく、より美しくなるように設計したのだろう。かっこいいだけでなく、研究でも超一流。それがこのスーパーカミオカンデの凄さなんだ。このようにスーパーカミオカンデはその美しい内部空間と科学的に優れた実験装置としての実績から世界中で再び話題となり、海外から驚きの声が上がっていることが分かりました。日本のきめ細やかな確かな技術、世界に誇る科学大国として今後も世界中にその存在感を示し続けていきたいですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。